トラクターの運転席に置かれたタブレット。画面に表示されているのは走るべき線だ。これに従って運転すれば、まっすぐ等間隔に走らせることができる。トラクター運転支援アプリ、アグリバスナビ。同じ場所に繰り返し肥料をまくといった効率の悪さを解消できるため、最大1割のコスト削減につながるという。 開発したのは帯広市のベンチャー農業情報設計社だいわゆるスマート農業みたいなものの走りからまあ見てきたんですけどやっぱり一番まあ大事なのは多分元が取れるか取れないかだと思うんですね GPS を利用しトラクターなどの運転を助ける既存のシステムは50万円程度の専用端末が必要で 機能を追加するるとと数百万円もかかるというアグリバスナビはスマホやタブレットが使えて基本機能は無料オプションをつけても利用料は月額1200円だ発売から5年世界140か国でダウンロード数およそ80万とこの分野で世界トップシェアに躍り出た <laughs> CEO の濱田康之さんは 長年、農業機械の開発に携わってきた研究者自分が考えた技術を農家に直に届けたいと2014年に起業した今その新しい技術どん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 開発されていいものができてきてるんですけど言ってしまうと高くて、まあ、高い割に元が取れないのか僕らはそこをなんとかして手に取って本当に買って元が取れるものっていうのがまあ な何とかして届けられたらなっていうのはずっと思ってる今年の春新たに自動操舵システムを発売したトラクターの操作では運転するには前方種をまくといった作業の確認では後方を見なければならないこの負担を軽減するための自動操舵だ種がちゃんとまかれてなければその収穫できない わけですし、はい、その作業をする部分というのが実はすごく大事、まあ、そういうものをサポートしてあげると、まあ、より質の高い作業だったり、まあ、精密な作業ができると次に開発を目指すのは「走る曲がる止まる」というのも全部自動でできますよというそのまあ全自動の農業機械というものをシステムというものを提供していきたいなと。 自ら新しい技術開発に取り組む生産者もいるサラベツ村の旗作農家岡田雅宏さんだ企業などとの共同研究を進めやすくするため去年会社も立ち上げた今開発を進めているのはドローンを使って作物の生育状況などのデータを収集し解析する新しいシステム NTT ドコモなどと共同で取り組んでいる 通常のドローンで解析した場合パソコンを返さなきゃいけないんでどうしてもハードルが上がりがちっていうでそれを将来的にはこのスマホもしくはタブレットとこの機械だけで全自動で解析できるようにしてそのまま最終的にどういう作業をしなきゃいけないっていう命令を出せるようなところまでを作,り作ってる最中って感じです。 情報通信技術などを活用して省力化や品質の向上を目指すスマート農業ただその前提となる栽培に必要なデータの解析はまだ進んでいないことが多いというその品種がその土地でどういうふうに売られてどういう育つのが一番いいのかっていうのもちゃんと考えていかなきゃいけないと思うんですよねでそれも全部含めてやっとあのこのそれぞれの土地で最適な 収量だったりお金っていうものが生み出せる環境ができるかなというふうに思ってます様々な機器が設置されたちょっと不思議なこの畑科学技術振興機構の研究プロジェクトで東大などが取り組む農業のビッグデータ収集のための実験用の畑データファームだ岡田さんが管理を受託しているーーはい要は 3D に 構築すするのにあの2個使ってます実は農業分野ではなぜこのように育つのか説明できないといった謎が数多くあるという多様なデータを集め解析することでそうした謎が解明できれば新たなビジネスチャンスに結びつく可能性もある農業情報設計者の浜田さんは十勝で,で起業した理由の一つをこう話す。 岡田ささんんんみたいいな進んだ農家さんがやっぱりいるとその、えー、と自分で考えてで新しいものを導入して、まあ、よりいい農業をしようという人たちが、まあ、たくさんいるところだったからっていうのがありますよね。に浜田さんが今やってこれくださってるのはすごい将来的にあのそのままストライクになっていくんだろうなっていうこともあるので非常にあの期待してますしあの一緒にどんどん進めていきたいなとは思ってます。 先生十勝のスマート農業の取り組みをご覧いただきましたが今、ね、浜田さんがおっしゃってましたけれども、うん、元が取れなないとダメなんですよね私、国の、ね、スマート農業に関するその女性事業などの審査員とかやったことがあって、うん、技術はすごい。うん、でも 初期投資額もものすごく大きい、うん、こうなるとなかなか農家さん使えないわけですよね、うん、ところが、ね、無料とか年額わずか1万5000円弱ぐらいで使えて、うん、でしかもそういう技術を現場で志のある農家の岡田さんとタイアップしてやっているというのがどんどん新しい技術が、ね、ここから生まれているから。 トカチシリコンバレーみたににいあれ<ー>すごいとね。さまざまな取り組みがこれまで行われてきたこのフードバレートカチなんですけれども、はい、海の親であります帯広市の米沢市長に取り組みみの総括を聞いてみましたフィールド間違ってないんで方向性間違ってないんでこれはもうきちんとやっていく。